うわー、ちょっと待って、やばいやばいやばい、そう、え、やばいやばいやばい、何何何、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、ちょっと待って、何何何、どういうこと、きたー。いや、じゃあマジで強いよな。これでもさ、やっぱキャッチャーつけて、あのキャッチャー専用特殊能力も取れるようにしといた方が実際いいんだよね。俺の思ってる宇佐美選手かどうかは分からんが、バッター長島、マウンド上ピッチャーは戦力 C ね。転生っぽいピッチャーはいないか。転生ピッチャー意外とそうでもないから全然来てくれてもいいんだけどな。さあ、まあとりあえずミートセンター返しで基礎能力上げていく感じで OK。 あー、ダメか。まあ、とりあえずこのタイミングでのボンダは別に赤徳つく心配はないんで、そう、マジで赤徳を最初のうちはケアしないといけないんで、そこちょっと頑張りたいね。あれ、ちょ待って、なんか先制されてんだけど。いや、そういうのちょっと怖いからやめてほしい。シリアちゃん頼むよ。これさ、だってここで負けたら俺もう長島くんやる気なくなっちゃうからね。マジで頼むよ、この試合。OK。うーん、ダメか。ダメか。これでワンアウト、ランナーはありません。うわー、ちょっと待って、やばいやばいやばい、そう、え、やばいやばいやばい、何何何、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、ちょっと待って、何何何、どういうこと、は、ちょっと待って、何、どういうこと、え、そんなことある、え、ちょ、やばいじゃんこれ、待って、何があったの、これファーストもしかしてダメ、これ長谷川くん出してると、ちょ、帰るか、とりあえずさっさと、やばいな。こんにちは、どうも、初コメです、ありがとうございます。落合さんと津田さんと達人に、すごいねそれ。いや、ちょ、やばい、普通にちょ、なんかとんでもないことになってるこれ、ちょ、強心臓じゃん、これだってホームラン打たれたら負けちゃうよ。何、どういうこと、ちょ、本当にやばいから。で、次の回魔物、あー、やばいやばい、マジでやばい、ちょっと待って、おい、ふざけんなよ、ちょっと待ってくれよ、おい、ちょ待って、本当に何やってんの、バカなの、おい、ちょ、とりあえず盛り上げよう、ちょ、本当にやばいから、どういうこと、本当にやばいんだけど、あー、よしちょ、頼む、刺して、危ねえよマジで、ちょ、本当に魔物にかかってる、宇佐美やばいってマジで。これさ、普通にさ敬遠なんじゃないの、ここ、もしかして、ちょ、本当にやばい、マジ頼むって、これさすがにここ負けたら俺苗が止まんないかんね、ちょ頼むよ本当に。え、打たれすぎじゃない、それにしても、どういうこと、急失点って、そんな失点するような俺なんかミスした、守備間違えてるとかないよね別に。いや、合ってるよな、ちょ、本当にやばい、どういうこと、急失点って、あそこから、よしちょ、マジで魔物引こう、この次の回で、もう魔物チェックいくよ次の回。あぶねえマジで、怖え、ちょ、本当頼むマジで、え、なんなのこれ本当に、これぜ、もう連打モード発動してるやんね。え、ちょっとなんでさ、俺にさ攻撃の操作をさせてくれマジで、これやばいから、なんで手に入らない、しかも、ちょ、どういうこと、え、何が起こってんの、一体全体、ちょ待って、渡辺くんもう一回は褒め殺したいんだけど、さすがにここだって抑えないと負けだからね、ちょ、本当にやばいから、いやー、危ないマジで、ちょ、これほんと魔物なかったら絶望なんだけど、どうしよう、ちょ、頼む本当に、あ、オッケー、危ない、ちょ、ほんとに頼む、なんでこいつもホームラン打ってんだよ、そんなホームラン打てるような能力ちゃうよ、危ねえ、いや、ちょ、マジ点取れるかな、これさ、多分長島さんからだよね、変えますこれ、もちろん代打です、ここ、魔物2人しかいないんだよな、でも魔物チェックできんのが、あ、斎藤隆くんもそうか、隆くんからいくよ、じゃ あでも、まあ、まあ、高橋くんからいって、隆くん、いやー、危ねえ、よし、あるよ、オッケー、
落ち着いていこう、マジで落ち着いていこう。ナイス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 、そう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 、まずはコールド回避4点、4点じゃない2点、3点か、3点でまずコールド回避ね。はい、こんにちは、月下さん、いらっしゃい。ちょ、まあ、今とんでもないことになってます、マジでとんでもないことになってます。あ、ここにも魔物いた。いや、でもこれはまだ使わなくていいから、引っ張り、あ、いや、転がせかな。いや、でも引っ張ってほしいんだよな、本当は三塁方向に打ってもらった方が。なんでだよ、ふざけんな、マジでどういうことだよ。転がせだな、でもやっぱ、おい、なんでだよ。ああ、いやー、落とせ落とせ、オッケーオッケーオッケー、いやー、危ねー危ねー、マジで頼むから本当に。よし、こっちの長島くんなら大丈夫。オッケーオッケー、じゃあここでも伝令出しとくか、葉っぱかけちゃおう。なんで空振りしてんだよ、まだそんなに。いや、本当に空振りするね。こんにちは、初見です、どうもいらっしゃい。やぶねえ、ちょ、今ね、やばいことになってる、本当に。地獄が待っている。ここで負けたら俺マジもう、なえて配信切るぐらいの気持ちでいるからね。頼むよ。風間くん頼むよ、本当に。皆さんぜひよければ、チャンネル登録もお待ちしております。いけ、大丈夫大丈夫、魔物があるから。え、で、まあ、じゃあバットに当てろよ。オッケーオッケー、あー、でもどう、ポロ、オッケーオッケーオッケー、セーフセーフセーフ、あぶねー、オッケー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 、大丈夫大丈夫。みなみくん、みなみくんちょっとマジで強くないんで、ここは調子だよ。みなみくんはちょっと打撃能力が落ちるんだよな、キャッチャー B 選手なんで。おーし、よし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 、トンネル、よーし、危ねえ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 、よかった。でもまだまだ負けて5点負けてるからね、まだ。え、ここでマジ取り返す、本当に。オッケーオッケーオッケー、よし、渡辺くん、君はよく頑張った、頑張ったとは言わせないけどね、よくしのいだ、黄色い線、マジこの回で決めきる、本当に。ナイスナイス、マウンド先輩、おー、危ねえ。ちょ、マジマウンド先輩ダメだって、この場面で発動した、あぶねえ、マジで本当にマウンド先輩やめてほしい。盗塁 C だから盗塁させたいね。でもクイック C か、でもキャッチャーは、あ、宇佐美選手ね。うわ、微妙微妙だな、まあ、なんか連打でいけるから転がそう。ここなんか無理に無理にね走る必要はない。 OKOKOK、 頼むよ、ギボギボくん頼む。なんでだよ、頼むって、シュウィーン。あ、てか相手ピッチャーめっちゃ守備低いじゃん。うわー、 OK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 、 こんにちは、昨日動画見ましたけど長島強い、いや強すぎんだけど今やばいのよ。そうなのよ、そうなんだけど今大変なことになってる、地獄が待っている。あー、これは B ね、地獄のような現実がそこには待ち構えている。あー、待って、落としてくれ、頼む頼む頼む、あー、やばい。ちょ、坂上くん、坂上くんが、次坂上くんからだから回ってこないよな、ちょっとまずいなこれ。とりあえずたかしちゃんここに入れて、あともう一人打ち気選手がいるのよ、その選手がどうなるかなんだよな。サンタナを残すにはどうしたらいい、こうかで、こうか、これでいこう。ああ、もうやだって、ホームラン打たれたら負けだからこう来たんでしょ、ちょ、やだって、ほんと頼むよ。あぶねえ、坂上くん、うわ、坂上くん操作権欲しかったな。クイック D、盗塁 D か、いや、やめとこう、ここは。安田くん、ちょ、マジ空振りしすぎなんだけど君たち、なんでだよ。あー、え、でもこれ落ちんじゃない、ファールか。まあまあセカンドどう、セーフじゃない、よし、でかい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 、オッケーオッケーオッケー、セーフティーいくか、よし、これどう、セーフじゃない、アウトか、足押せ、
さあ風間くん代打だね、ここ矢沢。魔物頼みます。どいー、いやもしかしてだよ、そのもしかしてだよ、どう見ても確実に危険な状態になってる今。おっ、あ、なんでなんでなんで、嘘でしょ、おい、それはないって、それはないって、今のちょっと、おっ、きょきょきょ、危ない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 、よし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 、なんだ、もうさっきのピッチャーライナーないって、それはそれはない、マジで本当に。よし、サンタナ、それはないでしょう。ああ、おっ、きょ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 、そういうんでいいから、本当に本当にそういうんでいい、マジでそれでいい。ちょ、ギボ打たなすぎだって。これサンタナ選手通り C だもんね、行こう、さすがに。よし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 、これさ、坂上くん次の回曲がってくるから、なんかいけてる気がする。熱血セーフティーより転がせかな。じゃあギボくん本当打てなすぎじゃない、君。もしかしてセーフティーのが良かったりする？でも相手のピッチャーさ、守備 B あるんだよね。転がせ。いや、カット打ちいらねえ、マジで。ゴミ。カット打ちしなくていいよ、もう。お、いいじゃん、打てんじゃん。ファールかよ。ああ、怖い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 。いや、ホームランでもいいんだよ、ここ、ぶっちゃけ。打てんなら。ノイス、あんでだよ。はあ、ちょっとさ、魔物仕事しなすぎじゃない、頼むマジで。俺誰かやったっけ、あ、ここね、これ OK。 あ、でもこれさ、次たかしちゃんの次坂上くんあるから、これとりあえず魔物には回る。2点ぐらいちゃんと取ってやろう、ちゃんとマジ頼む。2点ぐらいいけるって、ほんとまずはここしのごう。よし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 、あー怖え、マジで頼むって、ほんと何なの、ほんと。ちょ、もう一回スコア見よう。何この、9対09対0から回ってくる感じね。ちょっと頼む、マジで。オーケー、よし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 、オッケー、頑張ろう。最後とりあえず魔物は絶対発動するから、まずはそっからね。で、まず寺井くん、寺井くんからね。寺井くんがまず出塁できるかどうか。もう葉っぱかけちゃいけない。よし、はい、これ出るよ、頼むよ。あ、どう、いや、うますぎるって。ちょっと高志ちゃん頼む。あー、そう、この選手は魔物なかったな、そういえば。いや、とりあえず山下くん出すしかない、ここは精密機械頼む、本当に頼むよ。おい、よし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 、でかいでかい、ガッテン。オッケーオッケーオッケー。ちょ、坂上くん、ここ魔物あるのは知ってたんです。あー、ゲッツーは多分大丈夫だと思うんで。なんか転がせにしかねえの、マジか。でもセーフティーやりたいとこだけどな。でもセーフティーもありだな。セーフティー、お、どう、ポロポロポロ、おしよ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 し、そう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 。あ、安田君、ここはもう確実にセーフティー。あ、待って、これ一回見てもいいな。待って、あ、そう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 。あー、オッケーオッケー、あー、オッケー。いやー、どうしよう。セーフティー、ナイスバント、オッケー、これ絶対セーフ。そもそも足が速い。オッケーオッケーオッケー。うわー、大丈夫かな、ここ。もう代打いねえかな、頼むよ。長島、これ修行じゃない方の長島。オッケー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 。おお、よし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 、危ねえ、マジで危ねえ。よし、いや、もう本当に100点取ろう、こっから。100点100点。ちょ、マジ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 、本当に。おい、
どう？よっしゃあぶねー、死んだかと思ったよもう。危なかったよ。皆さん、長嶋監督の育成はまだまだ続きます。チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。マジで応援してほしい。長嶋監督最強に育て上げるんで、本当に。いやマジで危ね、本当に死んだかと思った。あ、もうなんかトイレ行きたくなってきたもん、ドキドキして。あーよかった、危ねえ。何だったの最初のやつ。マジちょっと腹立ってきたな、ここに来て。いや生きたよマジ、なんかちょっとムカついてきたもん今。なんなんマジで。サンタナ頼む。おっ、キョッ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 キョ。いやー生きた、生きた心地しねえ、マジで。マジで生きた心地しねえんだけど、やばすぎ、本当にやばいからマジで。うわうわうわ、危なって。義母くんゴミみたいな成績してんな本当。お前これ先般だぞ普通に。今日の試合危ねえマジで。いや本当に危なかった。いやでもまだまだ勝ってるわけじゃないからね、ちょっと本当気をつけよう。これ1年生さ、天才のなんかすっげえ弱い選手スタメンにしてるけど、あれもしかしてダメか。なんかさ、スタメンの総合力が低いからさ、みんなそれに引きずられて弱くなっちゃってるみたいなあるかもしんない。いや魔物正義だわマジで。いやマジもうね、今魔物は強すぎるからダメとか言ってる場合じゃないんですよ。ナイスありがとう本当に。それぐらい今ね追い込まれてたマジで。まあここちょっとでもこの辺代打、ここはもうね、ちょっと打たせてあげることができる。いや本当ね、裏あんのが怖いなマジで。そうなんだけど、あえ抜けたラッキー。おおいいね。そりゃそうなんだけど、まあ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 、さすがに7点あればとりあえず多少いけるんじゃない。いや危なかったマジで、死んだかと思ったな。いやー忍、お前よく魔物で来たわ坂上忍。 OK。 さあ大サーカス。あえあっ、ここまで2安打の長嶋。いや長嶋くんお前本当にこれ逆境までつくでしょ君。いやこれさ、なんか絶対さ、ピッチャーの渡辺くんさ一発とかつくよね。ホームラン3本打たれてっからね、わけわかんないよ。アウトかこれ。あーオッケー、どまい。まあまあまあこんだけ点差あればさすがにいけんだろう、さすがにね。ピッチャーも残ってるんで一応3年生ピッチャーが。よしマジでもうサクッと3人で頼むよ本当に、マジで頼む。よし、さっき7点取られてるから7点差油断できない。確かにこれね、僕のリアル妻なんですけど、妻からの油断すんなというコメント、いやこれね心に染みますね本当に。妻からのね、この正しい、その通りだよって思うコメントいただいたんで、マジちょっと油断せずいきましょう。いやマジこの回終わったらとりあえずお手洗い行きたいよ。もう今もうね本当に、あよかったマジで。よく逆転したよ魔物。おっ、きょきょ、これゲッツーじゃない。いやおしゃぶねえマジで、よかった。もうねここのシーンだけ切り抜きしたいもん今。ここのシーンだけでも俺切り抜き作れると思うわ本当に。うわよかったマジで、大事故だったわ。だって4回裏終わって9対0だかんねん。9安打打たれてんだよ4回裏に。何本当に、これ絶対赤得つくから。しげおちゃんはちょっとだけパワーがあった。渡辺くんねこれ。おお赤得つかない、ラッキー。マジよかった本当に。あぶねー、これ名門落ちちゃうとこだったよ本当に。こんにちはどうも、いらっしゃいませ。いやーよかった、死んだかと思った。いやもう死んでたよね、死んだかと思ったっていうかね。はい、ちょごめんなさい、お手洗い行ってきますマジで。まあ、ちょっとね叫びすぎたのでちょっとお手洗い行って、ちょっと5分休憩です5分。